さあこのゲームはリーグの開幕戦です。新たなシーズン今日からスタートです。ナショナルスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はイタリア対スペイン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。イタリア国歌お聴きいただきます。さあついにリーグ開幕戦です。誰もが待ち望んでいましたからね、はい、ただ気をつけなきゃいけないですよね。今まで準備してきたものがうまく出せるかどうか、非常に緊張感のある開幕戦ですからね。そうですね。イタリアのキックオフでスタート。イタリア対スペイン、両チームどのような試合の入り方なんでしょうか。プレスからボールがこぼれる。ここは大きく縦に入れます。さあ一気にカウンター。ロドリ、さあ右サイドから上がっていく。ここで丁寧にボールを扱う。さあボールはカルバハールへ。ここで丁寧にコントロール、中に合わせてくるか。さあどうだ、今度はどうだ。短く出す。カルバハル、非常に攻撃に参加することが多い選手です。ふわっとしたボール、ボヌッチ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。カルバハル、バティ、ジョルジーニョ、ベラルディ、ベラルディから大きく縦へ、柔らかいボール、サイドへ味方を走らせますがこれは合いません。スルーパス、さあボールはベラルディ。いい展開ですね。長いボール縦へ、サウール、さあカウンタースピードを上げたいところ。カルバハル、仕掛けるか。イニゴ・マルティネス、パスでつないで攻め込んでいきます。スペイン、トラオレ、前が来ましたよ。シュート、枠を捉える。フロレンツ、大きく縦へ、ジョルジーニョ。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね。ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。ロドリ、
カルバハルから大きく前線フィード。スペインは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、頭わこれはクロスバーよりわずかに上。スペインが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。イニゴ・マルティネス、さあ歩かせる、仕掛けるか、ミドル止める、枠を捉えている。惜しい、この難しいボールによく触りました。これはクリア。激しいボールの奪い合いです。インモービレ一人持ち上がっていく。フロレンツィ裏のスペースを狙う、抜けた、ボールが収まる、抜けてくる、インモービレ、うわー、先制、イタリア、スペイン相手に先制点をもぎ取ります。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。イタリア1対0先制しています。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。レフリーの注意が入ります。もう一度セットプレーのチャンスになります。さあ誰に合わせてくるのか。さあコーナーキック、スペイン、クリアです。この位置で受ける、さあファティ、シュート、クロスを選択、これを拾いたいイタリア。さあ中はいる、危ない、さあファティ、フリーだ、来た、シュート、決まった、追いついた、スペイン、いや早かったですね北澤さん。すごいなこれは。いやなかなか動きますよね。やられたらやり返すですよね。ディフェンダーの間を縫ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いやキーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。得点直後の相手って集中力切れますから ね。まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。
この開幕戦は早くも両チームともスコアが動き、現在同点となっています。そうですね、まだ開幕なんでね、試合感がなかったりとかするんですけども、非常にいいゲーム内容になってますよね。サウール、もう一つ前に行きたい。丁寧に足元を使う。中央、ヒエビー、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ミドル、枠は捉えた。ミドルシュートに行きました。サンティ・カソルバ、インモービレからペレグリーニ、スペースを狙った、超えた。どうする、来た、絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、切ってくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。イタリア、ここでリードを奪いました。スペイン、起点となるアクションを作っていけるのか。ロドリ、イニゴ・マルティネスからのフィードボール。トラオレ、さあボールはカルバハールへ、緩いボール。イタリアはここクリアで難を逃れます。一旦前を取る、サンティ、これはどうだ、歩かせる、いやー、これは北澤さん、いやー、これまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。歩かせる、ディフェンスの寄せに合っていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、そこをついてよく決めましたね。はい、いけるか、スルーパスを出す、ちょっと伸びてしまいました。スペイン奪い返します。さあ右へ預けて、裏のスペースを狙う、オフサイドですかね。前半30分を経過しています。一旦戻します、セルヒオラモス、セルヒオラモスからターテのボール、また中央へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュート、すごい反応を見せました。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはスペイン、チャンスを迎えたシーンがありました。右サイドへ振ってフロレンツィ、裏へ届くか、この位置でボールを受けます。フロレンツィからファーサイド、ちょっと浅いか、
ペイン一旦クリアで落ち着かせます。ロレンツォ・ペレグリーニ、ペレグリーニから左へチャンスを演出、シュート、ロレンツォ・ペレグリーニミドルシュートでした。スペイン、なかなか敵陣に入れません。サウール、スペインが最終ラインまでボールを下げる、裏のスペースを狙う、スピナッツォーラ、マヌエル・ロカテッリ、フロレンツィ、フロレンツィからベラルディ、ここで受ける、ジョルジーニョ、さあどうする、ジョルジーニョから右へ、ベラルディからフロレンツィ、ファティ今日の試合でアシストを記録しています。イニゴ・マルティネス、40分を過ぎています。イニゴ・マルティネス、イニゴ・マルティネスから長いボール縦へ、パティどうする、さあ歩かせる、来た、シュート、連続ビッグセーブです。スペイン入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。スルーパスを狙う、お、これいいですよ、さあ中央へ来た、あ、止めた、懐かしい、イタリア前半残りわずか、チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ボディバランスですよね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。さあイタリア待望の1点をもぎ取っています。サウール、大きくサイドチェンジ、カルバハル、ロドリ、トラオレ、サンティ・カソルラ、さあ歩かせる、パティへ、これ入るか、ジョルジーニョ、スピナッツォーラ、ロレンツォ・ペレグリーニ、ロカテッリからインモービレ、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。しかし北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。イタリアとしては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。イタリア対スペイン、イタリアが3対2とリードして後半へと向かいます。後半キックオフです。パティ、さあ歩かせる、サンティ・カソルラ、パティへ、ディフェンミドル、スピナッツォーラ、マヌエル・ロカテッリ、縦へのボール、セルヒオ・ラモス組み立て直します。スピナッツォーラ、マヌエル・ロカテッリ、
ボールを下げてリズムを作るか。素早いパスで攻め上がっていきます。裏を狙う、いいオーバーラップですよ。ここで収まる、クロス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。トラオレ、この辺は人に対して厳しくいってますよね。マヌエル・ロカテッリ、ベラルディ、組み立てながら攻め上がっていく。フロレンツィ、フロレンツィからベラルディ、ベラルディからの折り返し。スペインはアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。さあ右へ預けて、絶好の位置で受ける、長いボールを送ります。カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、チャンス、ニコロ・バレッラ、バレッラからインモービレと、ボールはニコロ・バレッラ、インモービレから右サイド、撫でるようなボールタッチ、ベラルディ、打った、シュート、さらに来る、大きな追加点。ジョルジーニョはこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり競争したポジショニングを取って落ち着いて枠に流し込んだいいボールですよね。イタリア2点差にリードを広げてリスタートです。イタリアとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね、はい、この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね。サンティ・カソルラ、裏のスペースを狙う、チャンス来た、つながります。取らないですね。スピナッツォ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。フロレンツィ、バレッラからインモービレ、ペレグリーニからインモービレ、いいプレッシャー、ロドリ、イニゴ・マルティネス、一人で行く、どこを使う、ここで前を向けるか、ファティへのボール来た、これはさあどこに出してくる、中央上がっていきます。どうなるんだ、いやファインセーブです。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。ここで見せてくれました。イタリアがメンバーチェンジをします。ペレグリーニがベンチに下がります。今日は得点を取ってチームに貢献しました。さあどうする、イタリアは後半ここまでリードする展開でゲームを進めています。これについて北澤さんどうご覧になりますか。確実にポイントを狙いに行くにはもうリスクを犯さないことですよね。リードしている状況なので失点しないことを第一に考えた方がいいでしょうね。北澤さんここまでご覧になっていかがですか。イタリアとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。トラオレ、スルーパスを出す、ここで受けて
いけるか。中で味方の選手が待っている。スピナッツオーラ、裏を狙っていきます。抜けるか。枚数いる。中につなぎたい。ファーサイド、ピンポイントで合わせてきます。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。イタリア決定的なチャンスを収めることができませんでした。さあ逆サイド、ニコロ・バレッラ、チャレンジはしません。後ろに流す。スペインは先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でボールを回されてしまうとなかなかプレッシャーには行きづらくなる欠点はありますけどもね。ペナルティ、マヌエル・ロカテッリ。イタリアが最終ラインまでボールを下げる。イタリアが交代の枠はまだ2つ残しています。ボヌッチ、フロレンツィ、キエッリーニ、この柔らかいパス、このボールに触ります。大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。サウール、また中央へ。サンティ・カソルラからファティ、裏へ出るか。カルバハル、ルーズになる。上げてくる。ここ拾って次につなげたいイタリア。サンティへ、ロドリ、華麗なボールコントロール、チャンスになる。ボールはクリア、右が上がっていく。おーっと抜けてきましたね。さあ上げる、中央へ。このクリアボール次へつなげたい。足元大事にいきます。サウール、ロドリ、サンティ・カソルラ、ボールのこのパス、サンティ・カソルラからカルバハル、ここは間合いを取る。中は枚数います。サウール、このパス回し、必死のクリアですよね。ドリブルで上がります。ゆるく狙ったボール、さあファティ、ここ拾って次につなげたいイタリア。残り10分です。サウール、サンティ、ロドリ、サンティ、スペイン、このビッグチャンスものにできませんでした。いや、ただこういったね、いいプレーをしておくと少しずつ変わってくる可能性ありますからね。バティ、ミドルシュートを打っていきました。これはカード、セルヒオ・ラモス、サンティ・カソルラから大きく縦、フロレンツィ、ボールを下げてリズムを作るか。ボヌッチ、フロレンツィ、ベルナルデスキ、
パーティー、ここは競り勝ちます。裏へ届くか、ベルナルデスキ。イタリア、ここは時間を使います。マヌエル・ロカテッリ、キエッリーニ、キエッリーニからこのフィードパス、ロドリ、サンティエ、カルバハル、サイドチェンジ、さあ歩かせる、スピナッツォーラ、フロレンツィ、ベルナルデスキ、イニゴ・マルティネス、サンティ・カソルラ、パスでつないで攻め込んでいきます。スペイン、キエリーニ、ジョルジーニョ、ボール入るか、いいボールだ、ヘディング、インモービレ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。大きくサイドチェンジ、サウル、さあ目が鳴りました。4対2、イタリア開幕戦を勝利し勝ち点3を獲得しました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。イタリアとしては非常にバランス取れてますね。守備、攻撃、そしてそれぞれの役割がね、もうどんどん成熟したチームのように見えましたけどね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。イタリア初戦をものにしました。